おはようございます。小西博之です。小西です。小西さんの長官読み。今日の新聞はこれ。朝日新聞9月19日土曜日です。デカデカと載ってますね、これ。ジャパンライフ元会長逮捕。オーナー商法詐欺容疑不採2000億円。 債権者7000人すごいっすね。2000億円集めたか。あの、もう皆さんご存知ですよね。あの、なんか、時気ネックレスとかいうのを、あの、ま、権利ですよね。その時気ネックレスの権利を買うと、で、そのジャパンライフはそのネックレスをいろんな人に貸しますから。有料で貸しますから。 その時にパーセントをお返ししますと。はい。だから、例えて言うなれば、まあ、マンションを買って、で、えー、他の会社がお客様にリースで貸しますから、家賃収入のパーセンテージ入りますよっていうことなんでしょう。ねえ。あ、ここに書いてある、書いてある。こういう、こういうものか。 こういうものです。ベストとか時期のね。う、は、ん、あ。時期ベスト、時期ネックレス。またあれじゃないのこの時期ネックレスをすると、なんか病気がどうのこうのとか、なるとか言ったんじゃないですかそれでもね、2000億円集める。すごいね。普通、なんでそんなことと思うんだろうけど。はい、ここに書いてますね。 これ何て書いてありますか桜を見る会。はい。再調査せず。加藤長官。これどういうことって言うと、この桜を見る会でね、このジャパンライフのこの、この方ですよね。この方がいらっしゃってて、ある女性の方と一緒に写ってらっしゃると。ね。そういう写真を、 まあ、一般の方で見せたら、ほーら、もう仲良しですよ。安心できるでしょう。っていうことに、使われちゃったんだね。うーん。はぁ、あ、はぁ、あ。はい。ねその人は携帯値下げ。1割程度では改革にならぬ。武田さんが言ってますね。1割程度だったら改革ならん。うん。じゃあ何割 聞いてくれるのかな ?1 割以上値下げも可能だ。100%やる。ねえ。まあ、安いのに越したことないですよね。うん。じゃあなんで今までできなかったんだろうって普通に思いますよね。なんで今これができるんだったらね。ふーん。そうか。コロナ。オンライン教育の機会。 世帯年収で、子に格くさ、そうだよね。やっぱりほら、パソコン持ってないお子さんもいますからね。うん。だから、本当に、学校が子供たちに支給してくれるとか、そこに、ソフトバンクとか、NTT とか、ね、AU とかが、ちょっとうまいこと入って、子供たちをサポートするために、やってもらうとかいう形でしないとなかなか、大変じゃないかな。 えー、一面の下に書いてます。世界の感染者コロナ3000万人越す。すごいね。すごい。うん。自己責任と競争。菅案件、官僚動かすのが天の声。すごいこと書いてますよ。はーはは電子決済。やっぱりほら、ここだよね。 今、ものすごい電子決済。本人確認に甘さ。預金者なら誰でもリスク。あの、ちなみに僕はあの、電子決済、え交通系ですかね。交通系はやりますけど、携帯でお金は払わないんですよ。なんかまだ僕信用できない。なんか信用できない。最近だって、あの、アカウントを盗まれましたっていう、 友達が、みん、よく来るよメッセージで。で、メッセージで、必ず映る画面があるんですよ。これ誰っていう、クリックして動画見させようとする。これ、これが来ると、盗まれてるよっていうのが、よくありますね。だから電話でもアカウントなんかもすぐ盗まれるってことは、じゃあ電話でね、お金で決済なんかしてると、大丈夫なのかなって俺はずっと思ってるんで、どうしてもやらないですね。 小銭入れから出しますよ。うん。やっぱりね、接触アプリ、改善急ぐ接触アプリもそうだよね。誰か会ってたとかって言いますけども。うーん。ここですよね。ここ、ここをちゃんとなんとかしてほしいな。あ、新書。ああ、こんなので、出るんですね。答えは歴史の中にあるのです。感染症の日本史。 はい。磯田さん、この人僕大好きなんですよ。はい。この人の書く本でね、結構奇想天外な話がありますから。だから僕はあの歴史ものやってますけど、あの歴史、ね、ユダヤ人であるってね。あのー、平器はユダヤ人である。ちょっと僕、あるコメントいただいて、ユダヤ人じゃないでしょペルシャ人でしょって言われたことがあるんですよ。これ、同じなんですよ。ユダヤ人が、 実は、追いやられてペルシャに来てるんです。東へ逃げて、東へ逃げて、西に逃げて、ヨーロッパの方に行ったユダヤ人は結構、すごい扱いされてるんですけど、ペルシャに逃げてきたユダヤ人は、結構、人間としてちゃんと扱われて、そこでユダヤ人たちがユダヤ教から、ドロアスター教になっていくんですよ、ユダヤ人。いわゆる、ペルシャに生まれ、ペルシャに育ったユダヤ人です。はい。だから、ユダヤ系ペルシャ人ですよね。 ドラスター教。その人たちが、日本に入ってきてるんですよ。はい。だからペルシャ人でしょっていう、だから平家もペルシャ人でっていう意見もあるんですけど、基本は、はい。えー、っと、ペルシャに来たユダヤ人から、ペルシャで生まれたユダヤ人たちのグループです。はい。彼たちがペルシャ絨毯を持ってきて、そのペルシャの絨毯が、 京都祇園祭りの坂鉾のこう横にかかっているのがペルシャ人なんですよ。だから、ペルシャ人と言っても僕は間違えてないと思うんですけど、もっと細かく言うと、ユダヤ人です。はい。ドロアスター教です。まあ、これ話すると深いんで、そういう話をね、急がかしてみたいんですよ。ぜひしてみたい。はい。ごめんね。話がちょっとどっか行っちゃいましたね。はい。じゃあちょっと後ろ見てみましょうね。後ろ。 ああ、やっぱりこの話か。すごいね。もう、一番最後の面、社会の14もこれですよ。著名人。金集め。ねだから、なんだろうな。僕らも気をつけないといけません。講演会でパーティーがあるって言ったら、気をつけます。主催はどんなとこですかややこしいとこはちょっとお断りしたりします。 書いてますよねこう、あの、いわゆる芸能界の方々が、被害者、信用しちゃう。ねえ。あのー、全然わからずに行って、会場雰囲気見て、あれここちょっと、あの、反社会勢力じゃないですよ。ちょっとややこしい企業かなっていうと、何とかありますよそこでちょっとお話しさせてもらったりとか、ありますよ。だからもう、本当に、講演会とか、そのパーティーでよく調べないと、 調べないと。で、桜を見る会、招待状。ほら、招待状。こういうのも、利用してるんですって。この、山口さんね、山口さん。この人は、だから、容疑者ですね。容疑者。山口容疑者も、こういうのを使ってると。使われますからね。はい。元本社、政治部長も退社後に、こも、あらあららら えー、朝日新聞の政治部長の人だったのほうほうほう。えほんだ。元朝日新聞政治部長の方が、ああ、破綻直前の17年夏頃まで顧問だって。だからね、本当に、中身を本当に知っていたのかどうかわかりませんけど、軽はずみにね、うちに来たらいいお金出しますよ、なんてことが。 あるとね。気をつけましょう。なくならないよね。こういうのね。はい。あ、ちらっと書いてました。モーリシャスで貨物船の事故があったのクエスチョン。ありましたね。これね。これ、どうなるんだろう。自然が、本当にダメになりますよね。うーん。船員たちは警察に新型コロナウイルスの影響で、船上生活が数ヶ月続いていた。 え、島に近づいてインターネットに接続し家族と話したかった。まあ、本当のことは分かりませんよね。うん、でも、一度失った自然はもう元に戻りません。だから、これ、あとは保証ですよね。うん、日本がこういう時にもうどんどん保証してあげないと、大変なことだ。はい。あとは、自己責任と。うーん。 菅さんのビジョン書いてますよ。書いてます。ゆっくり見ましょうね。ゆっくりビジョン見ましょうね。はい。えー、見えぬ社会像、具体的に論す、具体的論、具体論を踏み込まず、具体的なね、論争。だからこの、桜もそうですよね。はい。桜もそうです。あのー、なんだろう。 こういうとこはもう、もう、もういいですってスルーしちゃうんですよね。スルーしちゃうんですよ。スルーしていい、いいんですかね。う、は、ん、あ。この辺をちゃんとね。やっぱりちゃんとやってほしいよね。別にほら、一生懸命やられた方をね。でもちゃんとしないと今後のこと、うわー、やっぱり広告がすごい。広告がすごいですね。 うわっこれこれこれよいしょうわ全面ですよ全面さすがだね全面全部 GoTo トラベルすごいねはい旅行行きましょうよってすごいよ 旅行会社さん、頑張ってるよ。宮古島、北海道で北海道、九州。ね行きましょう、行きましょうって。行ってあげてください。行ってあげてください。気をつけながら行,かて行ってあげてくださいね。ねどうなるか。それはもう、本当に気をつけて、マスクもして、やっぱり。 強制じゃない、お、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと興奮しちゃいましたね、ちょっと。強制じゃないけれども、やっぱりマスク、マスク、手洗い、うがい、当たり前のことですもうそれをしながらね、しながら、日本、日本人がいいか悪いか悪りませんけど、みんな真面目だから、真面目、綺麗にしてます。一方、大きな国、ここは、インド。まあ別にインドが、ね、あの、悪いってわけじゃないんですけども、 手洗いの未整備。あんまり手洗いませんってことですね。で、じゃあインド人は汚いのか。いやいや、きれいな水が出ないんですよね。はい。整備されて、インフラの整備がされてないんですよ。だからどうしても、はい。まだ、まだまだ、まだまだ感染。そして医療が脆いって書いてますね。うん、大変だ。大変だ。そしてその横には、 アメリカと台湾が接近して中国が反発していると、うん、国務次官とね、経済で連携、そして中国軍訓練増す圧力、ねえ、こういうことに日本もじゃあどっちに着くかとか、日本も軍事をずっと上げていくぞーっていうことに力を注いでほしくはないですね。冷静に冷静にお話と経済で結びついていく日本であってほしいなと思います。 ほう。アメリカへの好感度急落。へえ、13カ国、世界の13カ国でアメリカへの好感度が急落したぞというで。これはアメリカへの好感度ということよりも、トランプさんに対しての好感度がもうないってことでしょうね。コロナ対応。うん。ねえ。 メルボルンだけ第2波。オーストラリア。すごいですね。オーストラリア。メルボルンだけ第2波来てると。感染、成功したんですよね。防御、成功したんだけど、メルボルンだけ。メルボルンというのはもう、オーストラリアの南です。もうあの、南極の横ですね。はい、あ。南、日本で南と暖かい。いやいや。南半球は南に行くほど寒いですから。 対策ずさん、感染、追い切れず、はあ、はあはあ、ねだからやっぱり、ちょっとでも手を抜くと、もう第2波、第3波が来るってことですよね、だからあの、ね、昨今、マスクで問題になってます、強制か、強制じゃないか、飛行機から降ろされたりってやってますけども、あの中には、私の友達も、マスクするだけで、弊社恐怖症の人はドキドキする。 もう,こうやられてるだけで、うわーっていう人もいるみたいです。そういう人は、何かお医者さんに行って、診断書もらってきて、それを提示するということも、ひょっとしたら身を守るために、私、こうなんです、ごめんなさいっていうのをね、うん、や,やらないと、これからますます寒くなりますから、インフルト療法が流行ってくると、そういう目で見ますに日本人は真面目だから、なんてしてないんだいっていうことになると、私、治療でこうできないんですっていうことも。 ちょっと防御策として考えたらいかがでしょう。さあ、土曜日です。まだまだ今日、東京はちょっとお天気悪いです。はい。寒くなってきましたのでね。はい。あの、体に気をつけて、まあ週末、これから4連休ですから。4連休。GoTo4 連休です。GoTo4 連休に行っても、まだお金は戻りませんけど、まあ、そこそこのところに遊びに行きましょう。はい。3密を下げてね、マスクをして、手洗ってうがいして、 大いに4連休楽しんでください。連休中もちゃんとあげますからね。明日は日曜日日曜日ということは、スポーツ新聞に行きますからね。はい。では、はい。良い土曜日をお楽しみください。小西良之でした。ありがとう